ビール最高どうもチャンネルですと、どうもクレバー先生です。はい、一応今回ですね、クレバー先生来ていただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ、ようこそ大阪へ。いやー、ほんとねー、はい、来てよかったそうですね、はい、本当にありがとうございます。で、ちょっとごめんなさい、照明とかも暗くてちょっと薄暗い感じにはなっているんですけど、はい、今回ですね、ちょっとあの宝くじ、まあ当選報告ではないんですが、はい、あの皆さん多分結構気になっているところ2、3あると思うので、一応こちらの動画ですね、こちらの動画内でクレバー先生がおっしゃっていた、夏頃、はい、大きな当選を取った夏頃に、はい、当時ナンバーズの風車版の法則があったと、はい、いうお話があったと思うんですけど、はい、ちょっとそこを詳しく聞きたいなと思って、はい、ぜひぜひ、はい、でそこら辺ちょっとぜひ今回ご教授いただきたいなと思ってます。いいですか。はい、はい、で多分ね、皆さん一番今気になってんのって、はい、例えばクレバー先生の予想見たら当たるんでしょっていうのも一つあると思うんですけど、はい、何よりクレバー先生の予想の仕方、考え方、はい、多分これがめっちゃ価値あるんじゃないかなと思ってるんですよね、はい、なのでちょっと今回はすみません、僕のチャンネルなんですけど、はい、ちょっとぜひ一度視聴者の皆様にですね、ぜひぜひお話していただけたらなと思ってます。はい、まあ、今回ですね、まあ、夏頃に約2500万ぐらいですかね、はい、もう訳わかんないですね、訳わかんないです、このぐらいの金額ですね。そうです、2500万円ぐらいを当てた方法になるんですけれども、はいはいはい、はい、皆様ね、ナンバーズ抽選の仕方知らない方も多いと思うんですけれども、はいはいはい、はい、風車版を使って抽選してるんですね、うん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 、でまあざっくりちょっと絵が下手なんですけども、こんな感じで、はいはい、100の位、10の位、1の位ってあるんですけれども、はいはいはい、で矢が下にセットされて、はい、まあ、一斉に放出されて、はい、数字が決まっていくって感じなんですけれども、はい、この風車版ってあの、はい、抽選は大体まあ7時ぐらいですよね、ナンバーズだと大体、うん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 、ですけども6時前ぐらいからリハーサルってのをやるんですよ。あー、はい、なんか、はい、ちゃんと機械が動くかどうかやるんですけども、そのリハーサルで、まあ、数字がポンポンポンと例えば出ますよね。はい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 、じゃあそのリハーサル その止まった風車版、そのまま次本番なんですよ。あ、その止まったまま、例えば これだと今上が全部1になってますけど、例えばじゃあ、この10の100の桁が7で止まったとしたら、はい、7のまま、そうです、7のままとか、その1のまま来るんですよね、その止まったままで、でそのまま1のまま来て、でさらに回転をするわけじゃないですか。はい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 、はい、ってことはリハーサル、そして本番と、もし風車版のスピードが変わっていないのならば、同じスピード感で出るはずだから、ってことはリハーサルと本番数字のこの兼ね合いを、どういった動きをしてるかっていうのを法則をつかめば、当選数字がすぐ導き出せるんじゃないかという。あ、なるほど。ということは、ごめんなさい、僕あんまり詳しくないので、はい、ようやくさせていただくと、リハーサルの当選数字を見て、はい、この風車盤の向きを確認して、はい、そっから回転数を、頭に入ってるものをはめ込んでいく方が当時は当たったと。そうですね、まあ、今ちょっと使えないんですけど、これちょっと、ね、はい、先に言っときますけども、なんで分かりやすく言いますと、こちらリハーサル数字から、はい、例えば、うん、ここ1が出た場合、はい、まあ、これリハーサル数字ですね、1が出た、はいはい、で本番では3が出たってさ、2個ずれるじゃないですか、はい、はいはいはい、100の位2個ずれた時、はい、10の位はお、うん、3個ずれることが多いぞと、うんうんうん、で1の位は4個ずれることが多いぞと、うん、そういった組み合わせが、うん、まあ、当時70個ぐらいあったんですよ。へ、2個ずれた時はこっちが3個ずれるし、こっちは5個ずれるしみたいな。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、そういったリハーサル数字から本番の数字がこんだけずれるって法則が一応あると、うん、あ、70通りあって、それを全部書き出して、うん、そこにリハーサル数字出ました、うん、そしたら、あ、5個ずれ、2個ずれ、3個ずれをまず書くとかって感じで70通り数字を導き出したんですよ。でその70通り全部を買うと思う、その時は、うん、あ、そっか、そういうことか、はい、70、まあ、要は絞れるんですよね、そこで。そうですね、とりあえず70個に絞れるんで、とりあえずリハーサル数字から本番へのこの兼ね合いを見て、はい、あ、はい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 、風車盤ってこう動くんだって分かれば、もう本番の数字がすぐ導き出せるじゃないですか。なんで過去のデータからリハーサル数字から本番への導きを70通り全部購入することで、うん、必ずどれかの動きになるんですよね、70個の中の、うんうんうん、あ、なるほど、70パターンの動き、70パターンの位置になるんですね。うん、でそれを全部ストレートで買えば、まあ、1個は確実に当たるよねってとこに行って、うんうん、それでまあ
まずストレート当てたんですよ。あ、はいはい、でそっからまたデータをどんどん取っていくと、はい、あれこの70通りのうちの2個だけめっちゃ出るじゃんっていうのはやっぱ偏りあるじゃないですか。その偏りを見つけた瞬間、そこに10倍、はい、20倍の投資をするんですよ。おー、勇気いる。厚く張るという勇気いる。だからある種1番人気2番人気に張るみたいな感じですね、競馬でいう。あ、そこそこそこ。そこにガツンと張ることで、はい、結構そこが来たりするんで、そうすると、まあ、やらしい話2500万にいずれなると。なるほど、ね。まあ、ちょっと難しいですけどね、これやり方は。まあまあ、で、まあ、一応現実問題、はい、じゃあその2021年の、まあ、9月か10月ぐらいからはちょっと通用しなくなった感じですね。多分ちょっと風車版のスピードが変わったのか、うん、リハーサルの時にちょっと動かしてるのか分かんないですけど、ああ、なるほど、元位置に戻したりとか、はい、なるほどなるほど。8月にこの法則に気づいて結構当ててる期間ってあって、はい、自分もそうなんですけど、多分投資家が入ってきたんですよ、はい。あ、いけることそうそうそう、これ取れると当時多分ストレートが400口ぐらい当たったりしたんですよね。 あったありましたよね。あったあった、はい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 。ということはあれを、ちなみにクレバー先生の場合は、はい、独自で気づいたってことですか。あ、まあそうですね、うん、一応まあ生配信で当ててる方がいらっしゃいまして、うんうんうん、その方のを参考にしながら自分の中にも風車版の法則っていうのがあったんで、なるほど、はい、それをちょっと当てはめてみたら、はい、あ、いけるかもしれないっていうところですね。ただね、その自分の生配信で当ててる方はもっと、はい、多分点数絞ってました。すごかったです。あ、もっと絞ってた。35口ぐらいで当ててたんで。結構それも何倍バリとかしてた。あ、多分その方は普通、まあその時は多分言ってなかったんですけど、数字だけ募集してたんで分かんないですけども、相当もう5日連続とかで当ててる方で。あ、5日連続ですね。そうそう、でもさすがにその人までは届かなかったんですけど、なるほど。まあ同じような感じでこうやって、まあ、予想はできるんで、まあそうですよね、とデータがないと難しいんですけど。ああ、そっか。じゃあ一応ちょっといいですか、はい、これまあ、皆さんね、一応、おさらいなんですけど、一応風車版があって、とりあえずリハーサルまず当時は、はい、動きを見て見た上で、はい、そっから分析かけると、はい、まあクレバー先生的には70口ぐらいの、まあ、パターンが見えたと、はい、でそれにまあ厚く張っていったというようなことですよね、はい、むちゃくちゃ簡単に言っちゃうと。そうですね、うん、で過去の数字も、まあ、正直今までの数字5000何通りあるじゃないですか、はい、5000何百回やってるんで、うんうん、それを全部網羅していくと見えてくるんですよね、リハーサル数字とこの本番の数字の兼ね合いが、はい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 、それで全部統計を取っていくと、はい、あ、このずれ方これすごい多いなって。でこのずれ方は絶対ないっていうのもあるわけじゃないですか。はいはいはい、そうですね。それをちょっと分析していくと、うーん、あ、まあ、当選確率がちょっと高くなるという、まあ、ね。ちなみになんですけど、はい、やっぱりリハの数字と本数字と両方取った方がいいんですか、はい、そうですね、やっぱりリハーサル数字からボーナス数字のこの風車盤の動きっていうのがやっぱり一定かどうか調べるにはやっぱり両方取らないとなんで。あ、そっか、ズレが、じゃリハでも2ズレだったら、はい、まあ、本番でも2ズレいくよね。ズレとかだったり、あ、ちゃんとこの一定のスピードで回ってることでしか使えない法則なんで。あ、そっか、速度が変わるとちょっと通用しないね。そうそうそう、使えないんで。なるほど。機械だから、はい、あ、ごめんなさい、競馬がある一定の数字が出るんだろうっていう、この何ですか、競馬とか競艇ってあるじゃないですか。うんうんうん、うん、騎手とか、うん、その人に言いますけど、まあ、馬、機械、はい、モーターね、はい、でも機械がやってるんで、うん、まあ、パチンコパチスロでも攻略法ってありましたけど、はいはいはい、どこかにほころびがあるんだって考えるんですよ。ああ、まあそのバグに、そうですね、バグとか当たる法則があるって考えると、うんうん、あ、風車盤のスピードを利用すれば、あ、なるほど、常に一定だとするならば、はい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 、法則に当てはめちゃえばいけるんじゃないかっていうところに基づいたことなんで、はい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 、なんで、まあ、正直数学が好きってのもあるんですけど、うん、ああ、なるほど、なんかあれですね、宝くじ好きな人、数学好きな人多いですね、はい、ぜひね、はい、風車版はね、ちょっと皆さん一度確認してみてください、うんうんうん、そうですね、いや本当そうですね。それ僕結構なんか、まあ、僕多分一番近いところで言うと、はい、まあ、一番ナンバーズクレバー先生と、はい、関さんと、まあ、なっちゃんさんも一応つながってはいるんですけど、はい、まあ、そんなに深いつながりではないので、まあ、結構関さんもノートを販売されてる時とかの、はい、ね、なんかコミュニティ見てたら、テスト、はい、テストのやつもちゃんと見た上でどうのこうのって言ってたんで、はい、そんなの関係あると思ったんですけどあるんですね。そうですね、ありますね。なんでも統計の取り方、まあ、ちょっと書いちゃいますね、はい、こっち。あ、そうですね、その辺も多分知りたいと思うので、そうですね、
まあ、例えばですけども、はいはいはい、最初にこちらいい、はい、リハーサルで180が出たとします、はい、で357に動くとしたら、はいはい、この1ですね、はい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 、1から、まあ、8なんで、はい、ある種こっちに7プラスですよね、はい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 、数字が、はいはいはい、じゃあ統計にプラス7って書くんですよ、まずここにおプラス7って書いて、で同じようにやっていくと、はい、全部7になりましたけど、全部数字がプラス7っていくんですね、はい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 、こういった統計を取っていくと、うん、あプラス2プラス3プラス4っていうのが確実に出るなとか、プラス5プラス2プラス4が、うん、出るなとか、うん、多く出るとか分かってくるんですよ。なるほど。そしたらもうリハーサル数字は例えば、あそっか、そういうことか。で統計で例えばプラス2プラス3プラス5というのが、うん、まあ、うん、多く出るとします、はい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 、データ取ったところで、はい、リハーサル数字を見ます、はい、あ今日のリハーサル数字、はい、まあ826だったな、例えば、はいはいはい、826が出ましたと、はいはい、したらこのプラス2プラス3プラス5ただ当てはめりゃいいだけなんですよ。なんでそうすると、あなるほど、そうすると、まあ、0、うん、5、うん、で11は、まあ、10のこれは削るんで、うん、0、5、1が本番で出るんじゃないかと導き出してるんで、はい、あという、まあ、予想が立つ、そうです、こういった予想の仕方をするんで、まあ、難しいかもしれないですけども、まあ、手間は多少あるにしても、どちらか、まあ、要はちゃんとその持論を立てて、はい、まあ、テストも見て、はい、テストが止まった位置も見てやっていく方が硬い、そうですね、リハーサル数字からどんだけ動くかっていうのを知ってれば、うん、リハーサル数字見ればもう導き出せるんで、うん、そっか、だから結構僕めちゃくちゃリハーサル数字そんなの大したことねえと思ってたんですけど、はい、めっちゃ大事なんですね。そうですね、もう 機械を攻略するって方法ですね、これは。そうですよね、これはすごいな。これ051今日めっちゃ適当っすよね。あ、そうです、ここから出たやつね。ただじゃあこれ一口今日買います。いいっすね、行きましょうこれで、はい。なるほど、そうなんだ、こういう感じで結構やってらっしゃるんですね皆さん。そうですね、正直ちょっと過去のデータ取るのめんどくさいかもしれないですけども、はい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 、やっぱデータ取るのってまあいいんすよね、うん、やっぱり、あやっぱまあ間違いないその見える部分が、はい、出てくるんで、うん、したら本当に2500って可能性もあるんで。そうですよね、しかもそれを続けれるっていうのも一つね。そうです、ちなみに大体あれですか、肌感で言うと、はい、まあ、今回あのこの感じが、まあ、大体約一夏ぐらい続いたわけじゃないですか、はい、でまあ、ちょっと当選口数が、今年に関しては多すぎて、はい、多分、まあ、運営側もなんでだってなって読まれてるってなって変えようかって、はい、もちろん、まあ、お金出したくないから、そういうふうに、そうですね、それは難しく難易度上げるじゃないですか、はい、大体気づかれるまでに、はい、やっぱ1ヶ月ぐらいですか。そうですね、1ヶ月ぐらいは全然やっぱあの当選口数見ても、うん、投資家の方々も、うん、ずっと待ってましたよね、そこまで。そんな投資家さんいてんすね。1ヶ月ぐらいずっとその終わるのを待ってましたから、ずっと投資してましたんで。ちなみにあれですか、これ、まあ、今回ナンバーズ3じゃないですか、はい、ナンバーズ4も下手したら似たようなことはあるんですか。ナンバーズ4があの、はい、リハーサル終わった後、ええ、くーちゃんの抽選があるんですよ。間に1個入っちゃうんですよ。あー、ということで、じゃあそのナンバーズ4は、はい、あんまりそのリハーサルはあんまり関係ない。そうですね、くーちゃんの抽選同じ抽選機でしちゃって、その後ナンバーズ4なんで。あ、ということはくーちゃんの当選をちゃんと見て、はい、あ、その頃にはもう間に合えへんか。間に合えないんですよ。あ、そこそこ、そうなんですよ、だからくーちゃんやってナンバーズ3やってナンバーズ4やるんで、はい、あ、そこ、ほんで結局ナンバーズ4やるけどくーちゃん入るから、そうそう、間に入っちゃう、もう分かんないんですね。そうです、へー、そうなんだ、だから難しいんですか。本当にやる人は多分そのナンバーズ4のリハーサル数字からクーちゃんへどんだけ動いて、そしてクーちゃんからナンバーズ4へ動いて、いや、まあ、無理無理無理、その統計を取れる人はいると思うんですけど、さすがにめんどくさいと思うんで、そのナンバーズ3だけはやっぱナンバーズ3のみの抽選なんで、そのままこう、うん、スライドしやすいんですけど、まあちょっと大阪抽選の場合わかんないですけど、はい、あれやっぱ大阪抽選ってやっぱ違うんですか、はい、僕いや、あんまそんな関係ないだろうと思ってるけど。確かに甘いっすか。でもそんなに風車版、まああんまりないじゃないですか、1年の中に。あ、そっか、回し慣れてないから動きが違うんだ。そうですね、動きが違うのかもしれないですけど、あ、まあ、でも、はい、まあほとんどが東京での抽選なんで、うん、まあ大体ずっと使われてますもんね、まあ、そうそうそう、ナンバーズに関してはもう毎日、まあ、平日毎日ですもんね、はい、で1個法則見つけちゃえばいいんで、うん、はい、まあ本当毎日当たるのは多分それはちょっと絵空事になっちゃうんで、まあ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 、
ずっとあれですね、やっぱ時には外したんですか、そのフィーバータイムがあって、はい、例えばじゃあ1週間あって、はい、まあ3日当たったけど4日5日外してまた当たり、そんな感じです。本当70個に絞ってもやっぱり偏りがあるんで、そっかそっか、はい、まあ、100% じゃないですか、ね、100% じゃないんで、なんで、まあ、しょうがないですけども、ええ、厚く貼っとけばいつか来るっていう、そのとりあえず信じてやると、はい、いずれ2500可能性はありますっていう。えぐいっすよね。だってそのまあその今ね結構 YouTube の中で、はい、まあ、YouTuber の人とかタレントさんとか、まあ、ビジネス系の、まあ、青白王子とか、はい、ああいう人たちはもう、まあ、別格として、はい、普通にまあ我々、まあ、どちらかというと一般じゃないですか、はい、年収だって多分普通に見てももちろん1000万よりは、まあ、はるかに下なわけじゃないですか、はい、で一応宝くじやってる人たちって、まあ、中にはすごいお金持ちの方もいらっしゃるでしょうし、はい、そうでもない方の方が多分過半数多いんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、2500万当てたら夢あるっすよね。そうですねめっちゃ夢あるっすね。いや1年ですからね。いやだって車全部の場合だって1ヶ月で、ほぼ8月いっぱいぐらいですねそんなことある？月収2500ってやばいですよねちなみにね、あとまあ敷いてその当時のことを言うと、はい、僕ちょっと2工具ほど気になってることが、はい、結論的にあるんですけど、はい、まず一つが、まあ、風車版の法則が変わったっていうのも、はい、まあ、当たらなくなってしまった、まあ、一つ の、まあね、あのスキームだと思うんですけど、はい、あとまあもう一つ同時期にちょうど、はい、あの錦野明さんの奥様が本出されたんですか、はい、 あ、 はい、であれ僕も買って、まあ、まだ僕何もそんなやらないからちゃんと読んでないんですけど、はい、あの後半に風車版の何がしみたいなのがあるんですよ、はい、それも関係あります。結構あの大きくたくさん当たったら。そうですよね、うん、それを見てる人もいたのかもしれないですよね。あ、じゃあその時に結構そういうのを見て考え方変わって、はい、よっしゃ行くぞっつった当たり出した人もいる可能性もある。そうですね、多分世の中の数学が得意な人は気づくかもしれないんで、うん、ああそっかそっか、ああそっか、リハの発想はなかったですもん僕。いや、うん、自分も知らなかったんでリハーサルやってるっていうのはほとんど、で見た方がいいよってあの生配信でコメントいただいてやっと気づいたんで、はいはいはい、なるほどなるほど。ちなみにあと、はい、もうこれめちゃくちゃ多分宝くじ全体の話になるかもしれないですけど、はい、まあ、スクラッチとかジャンボ以外なんですけど、はい、まあ、予想要は数字選択式って言われてるやつの中で、はい、まあ、何人か当選者さんいらっしゃるじゃないですか、はい、あれクレバー先生的に、まあ、もちろん経験されてるので、はい、思うところとかあると思うんですけど、実際、はい、何名かが実際当てているのか、はい、それとも、まあ、何名かがごそっと当ててんのかってなったらどう思います、はい、いやー自分はごそっと人が多分一部いると思います。やっぱそうっすよね、はい、多分同じ数字を追いかけるって言って毎日200円買う人いるじゃないですかはいはいはい、でも多分2000円買ってる人も2万買ってる人もいると思うんですけど、中にはあ同じ数字をって言うんですね。そうそうそう、なるほど、2万同じ数字いかついっすねそれをもうずっと続けてるよみたいな富豪みたいな人はいると思うんですよ。あそれか1回偶然当てちゃった人とか。ああ、なるほど、あそっか、大きい当選して、そう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 、でそれをじゃあ宝くじは宝くじで消そうみたいな感じで、そう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 、で人が一部多分いるんですよ、継続型の人が。それとあとはまあ誕生日の人いますよね、たまに、バースデー数字誕生日だから買うみたいな、そういうラッキー班もいつつ、で多分自分と一緒でこうデータ取って、はい、まあ、自分の中にもあるんですけど、あのやっぱ偏りってあるんですよ。ほうほうほう、次の日絶対に来るだろうなみたいな、なんか自分はいつも、はい、で第1候補から第10候補まで数字出すんですよ。あ、毎日書くくらい、ね、うん、で第3候補が100のくらい来た時、はい、10のくらいは大体、まあ、はい、均等に10回ずつくらい来てるけども、はい、1個の数字だけ20回来てるってあるんですよ、たまに。あ、じゃあそこはちょっと貼っとこうかっていう。あ、ってことは今日第3希望が来たな、うん、ってことは、うんうんうん、次回もしかしたらってことで熱く貼れる一応なんかフックになるんですよね。ああ、そこそこ、あそっか、全部にまめなく熱くじゃなくて、そうそうそう、熱い、明らかに激熱に、まあ、例えばじゃあ10口そうそうそう、でまあちょっと薄いところで、まあ、3みたいな、今日は来るんじゃないかってところにパンって貼れるんで、それで結構当ててる方もいると思うんですよね、データちゃんと取ってる人は。あ、そこそこ、そうですよ ね、 ね、すごいな、やっぱあるんですね、そうそうそう、ナンバーズ。いや多分相当突っ込んでる人はいると思いますよ。ですよね、はい、だから結構あの一時まだ
ちょっと前もなんかあったんですけど、はい、ナンバー4かな4でどでかい子またやってる誰かみたいな、はい、あれはやっぱそういう人たちが絶対やっぱ張ってるのが決まっちゃったっていう、はい、で結果当選率下がっちゃったっていう。そうですそうです。8月9月は絶対それです。あれってなんででも89なんですか。8月9月なんですか。いや多分コロナで投資家の人たちが不動産やめたじゃないですか、うんうんうん、はい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 。でじゃあどこ貼ろうかと。そうそうそう、それを兼ね合いがあるんじゃないかっていうのが一説ですよね、やっぱり。あ、そうなんですね。でもやっぱクレバー先生の視聴者の中にも、はいはい、そのまあ、クレバー先生が実際やってらっしゃった買い方を、はい、まあ、もうその以前にクレバー先生がやる以前からやってらっしゃった方結構いらっしゃるんですか。そうですね、やっぱり多く貼ってる人はいましたね、はいはい、本当生配信なんか特になんですけども、はいはい、もう見に買うときは、うんうん、もうまあ1個固定してこっち流すって買い方があるんですけど、はい、まあ、10通りじゃないですか、はい、10通りの組み合わせをまあ5個ぐらい買う、うん、まあ、それだけもすごいんですけど、うん、それをしかもさらに各30倍ずつぐらい貼るんですよ。30倍で、え、30倍って200円かける30ってこと。そうですそうです。で各数字に6000ずつぐらい貼って、やばそれが50通りあるみたいな、30万ってことですよね。そういう方ってで、はい、まあまあ、 あの言っても YouTube の、ね、はい、視聴者さんなので、まあ、何実際されてる方とかわかんないですけど、はい、そうですね、その辺ってなんか どうなんですか。なんかある種やっぱ投資家の人みたいで、協定に投資したりしたい、そして宝くじとか。それ投資っていうのは、はい、いわゆる協定に使ってるっていう意味の投資ってことなの。そうですね、多分それで回収してんじゃないですかね、で利益を得てるみたいな。ほんだもうあれですか、言い方ちょっと昔っぽいかもしれないですけど、はい、昔で言うともう本当予想家さんに近い、その資金を持った予想家さんっていう。へえ。なんで多分実績があるからできるんですよね。あ、でもそうですよね、そうですそうです。やっぱり1回勝ち金をずっと積み上げていって、はい、ある程度のラインで急に要はその法則見出すとか。あ、そうですそうです。じゃあ最低これ今月はこういこうみたいな。そうですね、で多分頭のいい方なんでその方、はいはい、正直宝くじ YouTuber やってて分かるのは、うんうん、広く買わないと当たんないじゃないですか、はいはいはい、広く、 そして多く買わないと毎日当てるのは難しいじゃないですか、うんうんうん、難しいですね。そうですね、多分それをちゃんと実践されてるんですよね。ここは多分来ないだろう、例えば今日9出たから次回9来ないだろう、うん、裏数字の4は来ないだろうって言ったら、うんうん、9と4を省いたら残り全部買うみたいな。でちゃんと当たれば利益になるじゃないですか、はいはい、そういった感じでこう、こうそんなプラスは出ないけどってことですよね。こうちっちゃいプラスを重ねて大きく投資するから、まあ、ある程度のプラスになっていくみたいな。なるほどなるほど。なんで本当普通の人ができないような、あれですよね、勇気がないとできないような買い方してる。夢の買い方っすよね。 それをやっぱ実践されてるんで相当頭はいいんじゃないかって思いますね。やっぱでもその辺の方々とかでも同じくやっぱ夏以降はちょっと流れ変わったよねっていう話にはなってるんですか。はい、そうですね、結構やっぱリハーサル見てた方は当たらなくなったって方は多いと思いますね、うんうん、ああなるほど、まあ、またそれが戻ってくることもね、あると思いますし、はい、また新しい、ね、そうですね、法則があるかもしれないですね。じゃあ今日あれですね、ある種ちょっと僕のこのチャンネルの視聴者さんからの教訓とすれば、はい、まずナンバーズ当てたいんだったらリハをまず見ろと。そうですね、見てなかったんだったら、見てなかったら、そうですね、そこにもしかしたら法則があるかもしれないです。あ、新たなね。そうですね、現在のってなったら結構あれですよね、そのリハもちゃんと映像で出てるんですよね。出てます、はい、映像で出てるのもちゃんと見て、はい、その上で、はい、か一応買って、はい、でちょっとまあ今その当時の法則はダメだったとしても仮説立てれるっていうことですね。そうですね、うん、で9月以降スピード変わったとすれば、うん、9月以降のデータを全部取れば、あ、もしかしたらそっか、またで分かりますよね、何かしらの法則があったり。ただこれめちゃくちゃすごいしんどいことなんですけど、はい、リハーサル数字って生配信でやるんですけど、はい、終わってもアーカイブ残んないんですよ。え、そうなんですか。その時にちゃんと見ないとダメ。そうです。で5時、まあ、50分ぐらいには始まるんですけど、はい、その時に見ないともう分かんないですよ、リハーサル数字って。あ、ということはそれ逃しちゃったら見れない。だから普通に仕事してる人が、うん、まあ、5時定時だったらいいですけど、うんうんうん、なかなかないですね。かもしれないんで、だってまあ5時半とかですよね。そうです。ただまあ多分自宅で今働いてる方とか、うん、はい、在宅そうです、はい、とか、まあ、主婦の方も多いと思うんですけども、はい、そういった方、あと学生さんも、はい、多分その時間に見れるって方は、うん、ちょっと見ることはできると思うので。なるほどなるほど。
ちなみにあれですか、こういう話あんま動画で、はい、あの自身のチャンネルでやらないじゃないですか。そうですね、やった方が良くないですか。やっと来年からですね。まあまあそうですよね、はい、やっと来年からできそうなんで、はい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 、ちょっとずっとなかなか話せなかったですし、うん、そうですね、なんかちょっとあれですよね、今年まあね、僕たちのミニロトもそうなんですけど、はい、そうです、突っ走った感ありますよね。そうです、やっと落ち着いたり、はい、あと環境もやっと変わったんで、撮影機材が整うんで、はい、多分、はい、どんどん出していくと思いますんで、じゃあぜひちょっとね、はい、なんか自分でも配信してて思うんですけど、はい、なんだろうな、予想、まあ僕予想出さないんです、はい、で予想って僕めっちゃうつろなもんだなと思ってて、でだったら多分あたら、予想よりこれ買いなさいより、はい、じゃこれ買いなさいを導き出した考え方、はい、これ知りたい人多分めちゃくちゃ多いと思うんですよね。そうですね、うん、最近で言えば、まあ、ナンバーズ3のミニって買い方があるんですけども、はいはいはい、まあ、あれ1万円なんですよね、当たったら、うん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 、まあ、それが9万当たった日もあれば8万当たった日もあるんで、その当て方も解説していきたいと思いますんで、それ で見ます、僕毎日見ます。10倍が出っていう方法で、まあ、自信があるからそこ突っ込めるんですけど、なぜ自信が出たかっていう、あ、根拠、ね、はい、根拠とデータを出していけたらいいなと思うんで、やっとね、来年から、じゃあちょっと来年から車先生のチャンネルちょっと大注目、ね、いや、そうですね、ぜひね、まあ、コラボでもしかしたら買うかもしれないですもんね、ナンバーズ3を。お互いに500ずつ出し合って、あるかもしれない、あるかもしれない、500ずつ出すかもしれないです。だって500バリとかしたらわけわかんないですよね。いや、すごいですよ、もういくらなんのって感じですもんね。そうです、もうとんでもないんで。いや、本当だ、いや、一生暮らせるかもしれないですからね。いや、下手したらね、はい、いや、僕もちょうどね、子供も2人いて、あ、そうですね、おめでとうございます、まあ、ありがとうございます。今ちょっとね、里帰りであれなんですけど、はい、もうある種ね、学費稼いでやったと、そうですね、いうような感じでいけますから、ね、なれるかもしれないですね、はい、ところでございますね。はい、じゃあ今回ですね、ちょっとゲストにクレバー先生来ていただいて、まあ、ナンバーズ3のですね、当時あった法則と、はい、あとまあ考え方の方ですね、結構知らない話も多かったので、ためになったんじゃないかなと思っております。また、今後ですね、こういった当選報告、そして、まあ、ゲストを呼んでね、たまにこういった話もしていきたいなと思っているので、はい、またよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあクレバー先生ありがとうございました。ありがとうございました。